先頭バッター吉川セカンドです。こういうも先頭バッターなかなか難しいですよね。おお、いいタイミングでした。見逃しの三振でした。お、右方向持っていきましたが、おえー、ナイスキャッチ。若林。滝沢です。アウトです。カーブでした。深め、速いボールで三振を取りました。水沢は結構いいになっていいかもしれないですしね。速い仕掛けでしたが、ファーストボールの仕掛けある一定の高さの目線にさせてないのでね。ちょっとそれがすごいですね。はい、いいコンビネーションですね、森戸と。そしてサインを出すタイミングもいいですし、さあちょっと注意しないといけないところですが、初球打ち、だがセカンドの川崎が行きます。いいアウトになります。ライトの前、若林止まってる感じもありますし、これはフラフラっと伸びていって、またこれは手前でした。フォーにはなってますよね。空振り三振でした。さあ、渡辺投手が初球レフトのライトです。はい、抜いたショート後ろ、レフト前、滝沢オーライです。強い打球正面でした。ウーレンテン一塁に送りました。スリーアウト。6回の左中間です。打球は左中間、深いところに行って追いついた。セカンドゴロ、併殺取れるか。4得3はどうだ、取れた。